はい、こんばんは、コシーです。今日は、3月5日の、午前0時36分ぐらいですね。現在地は安眠の湯というね、太田、群馬県太田市ですねの、スーパー銭湯のようなお風呂に今入ってきたところです。ですね、ここはですね、なんと、すごい大きなイオンモールの中にあるんですけど、そこの、敷地の中にあるスーパー銭湯っていう感じなんですけど、なんとですね、これも書いてありますが、天然温泉かけ流しという、すごくいいお風呂でした。で、こういうとこ入ると、日帰り入浴、旅してると、日帰り入浴いろいろ入るんですけど、なんか入ると、もうとりあえず洗うだけ洗って出ちゃおうって思うところと、なんかここいいからずっとこういたいなと思うところと、2箇所あったりするわけなんですけど、2種類あったりするわけなんですけど、ここはもう、なんか入ってたらずっとそのまんま入っていたくなるような、そういうお風呂でした。それはこれパンフレットもらってきたんですけど、こういう感じで露天風呂もありまして、普通のスーパー銭湯と設備っていうかね、施設としては変わんないかなという、食事どころがあって、一応仮眠室もありましたね。ただね、ちょっとここの仮眠室一つだけ問題があるのが、簡易ベッドみたいなのが一応置いてあって、それがいろんな形なんですよね。同じのが全部並んでるわけじゃなくて、一つ一つ形とか違って、なんかこう仕切りみたいのがあるのもあれば、なんかなんていうんですかね、普通にマットだけみたいな、でなんかリクライニングするやつもあったりなかったりみたいな、そんな感じなんですけど、それがですね、全部身長よりマットが短いんですよ。だから足が必ず出ちゃう。これ絶対足引っ掛けるやついるよなとか思ったら、案の定俺が寝てる時に若い兄ちゃんが足蹴飛ばしやがってえーって睨んじゃったけど、しょうがないな、これは、しょうがない、そんなわけでございまして、いいお風呂入ってきました。で、イオンモールも、かなりで、到着した時が結構何時ぐらいかな、21時ぐらいで、例のごとくやってます。超酔ってる、半額ハンターをやってられます。寿司とかね、あとなんか黒たたき、これも398円の半額、さっきの寿司は980円の半額で490円で、はみ出しちゃいました巻き、なんだこれ、甘栗抜いちゃいましたみたいな、はみ出しちゃいました巻き、半額で100円。というか、こんなに食えるんかってぐらいちょっと買ってきちゃったんですけど、ちょっと夜中に壁尽くしましょう。賞味期限だって普通に日付変わったらもうやばいよ。すでに全ての品物が賞味期限切れてるんじゃないかと思います。そうだね、だからもう早めにすぐ食べないと。はい、これは何だっけ、これはマウンテンローストビーフ丼、537円の半額で249円ですね。はい、これ本当、いや本当はもう日帰りに入浴、温泉入ったら
何も食べないでそのまま出てくるから来ようかと思って。あとこれなフライドチキンも半額で多分100、これ半額じゃなかったのか、 30% になった140円ぐらいだったと思う。あと鶏と大根の和風あんかけ半額314円の半額で145円、半額反対やってまいりました。まあでもね、旅する時の経費って結構食費がね、自炊すると安いですけど、ね、旅で自炊はなかなかできなかったりするんで、そんなわけで大量の、ね、なるべく早く食べないとっていうところでございます。そう、安眠の湯で実はですね、まあそのまま風呂だけ入ってすぐ出てきてちょっと作業しようかなと思ってたんですけど、まあ飯食いたくなって中で結局なんだっけな、海鮮ラーメンかな、海鮮ラーメンじゃなかった、関東麺をいただきました。700円、まあこれは特別美味しかったとかそういう感じではないですね。普通にまあうまいですけど、まあいわゆるスーパー銭湯ので出てくる食事という。あとね、まあこれ俺の明日はい、マッサージ機、黒くて見えないことなんだけど、はい、5分で100円というか2回10分やってきました。そんな感じですね。あとは昨日というか今日付変わったから一応昨日ということになります。まあ今日は何をしてたかというと道の駅で、車中泊をしたんですけども、道の駅、羽生、これ昔動画で出したことありますね。金魚とかがね売ってるんですよ。羽生は金魚が名産なのかな。で、そう、まあ、夜中についてで、ここはですねちょっとまあワイマックス2プラスのポケット Wi-Fi の通信がちょっと弱かった、ということで、まあ一応 YouTube も見れるし、あの自販機食堂の、ノーカットの動画は一応そこからアップロードしたんですけど、すっごい時間かかりました、で、まあここ今安眠の湯のね、ここはバリバリ3本立ってるんで通信は問題ないです。で、道の駅で売ってる弁当、竜田揚げ、これ398円、なんか地元の弁当業者さんが作ってるのかな。あとは福塩のあまおうというね、もうオレンジじゃねえ、いちごのジュース、それと成分無調整豆乳、これ2つは売ってたんで88円かな、でこれあまおうっていうのは福岡のあまおうじゃねえ、福塩っていうのは福岡の天城工場、福岡県朝倉市と書いてありますね。だから道の駅羽生で、まあ、埼玉ゆかりは何もないけど、天王も関係ないよね。だから、ま、全く道の駅羽生で買う意味がない意味がないものですけども、一応まあローカルドリンクということでチェックしようかなと思って飲んでみました。これはまあちょっと豆乳の方がねすごい大豆だなーっていう感じがしました。大豆の香りが、すごい出てて、そこが際立ってるかな。一応ノンコレステロールらしいですね。ノンコレステロール書いてあります。あとその天王これ豆乳飲料なんですね。すごいねいちごの香りがしました。すごいいちごの香りで、香料でやってるのかなと思ったら、一応成分表見たら香料って書いてないから、本当にいちご由来のね、
香りなんじゃないかなと思いました。で、まあ、今回の旅ですね、まあ、あのレトロ自販機のお店とかは、鉄拳太郎は、まあ、ジュース飲んだだけ で自販機食堂行っただけで、あの実はそれ以外どこも行ってません。で、昨日の昼間はですね、まあ、昨日に、リサイクルショップ巡りをいろいろしてて、でそれがですね、結構疲れるんですね。何店舗もあったんだろうな。6店舗、7店舗ぐらい。で、まあ、例えば、レトロ自販機巡りだったら、自販機のお店に行って、食べるだけじゃないですか。で、体力ってそんな使わないんですけど、リサイクルショップって、店内を結構歩くんですね。だからそれを6店舗とかもやってると相当疲れが来るみたいで、今日の日中はほとんど道の駅から移動せずに夕方まで過ごしてましたすごい、あの断続的に何時間かずつ眠り続けて夕方まで、16時17時近くになってやっと動き出した。それでリサイクルショップ、2軒見に行ったんですけど、トイプラネット太田林店かな、そこ行ったら、あの、まあ、20時ぐらいまでやってるかなと思って19時ぐらいに着いたら、残念ながら18時まで。トイプラネットって遅くまでやってるイメージあったけど、店によって違うんで、ちゃんと下調べしないで行ったらそんなことになります。あとはハードオフ、オフハウス、何店だっけ、大泉店かな、だけど、まあ、鉄道模型が数量あるだけで収穫なしという感じでございました。で、一応ですね、まあ、おととい、まあ、昨日ですね、昨日何を買ったのかっていう、トイプラネット東浦和店で、これですね、加藤の、コンテナ無石材、古希104のコンテナ無石材、2500円。買いました。これヤフオクでもね3000円くらいで売ってるんで、ヤフオクより安かった。あとはこれも1両だけですけど、スハネフ15トミクスの、ね、製品、これも新品同様でした。1199円、これもでも2500円くらいでヤフオクで売ってるんで、まあそれより安いんで買えるかなと思って買いました。あとは、ヤフー、ブックオフスーパーバザールの、サテライトタウン、名前、正確な名前忘れちゃった、ステラタウン大宮宮原かな、そんなとこに行きまして、これを買いました。トミックスの私有貨車タキセン日本オイルターミナル A ということで、これ結構最近数年前に出た製品じゃないですか。まあ、このタキセン自体はもっと前からあるのかな。このバージョンが出たのが多分数年前で、税込みで1250円。これを1、2、3、4、5、6個買います。6個、はい、6両ね、はい。で、まあ、これなんですか、シートに車両がくるまれてたんですけど、それでまあちょっと取っちゃったんですけど、中身は本当に新品同様ということで、もまあまあ、でこのステラタウンのブックオフスーパースーパーバザール、若干値段が高めで、まあ、何も買わないで出てこようかなと思ったんですけど、まあ、品揃いは良くてですね、ただこれがあったから、まあ、値段がそんなに安いわけじゃないけど、まあ、結構最近の製品で、状態が良さそうなんで、買うことにしました。
というわけで、今回の旅は旅でございます。でこれから あともう一軒行ったな、ぐるぐる大帝国館林に行きます。ここも鉄道模型はすごい品揃えがいいですね。で、なんでこんな値段なのっていうぐらいわけのわかんない高い値段がついてるのもあれば、現行品で今手に入るやつが定価より高いみたいな、やつもあれば、これ安くねっていうようなお買い得品もあるというか、なんか客車が、古い九州の50系客車とかが598円かな、とか、マイクロエースの EF62 が2480円とか、まあ お買い得はありましたけども、まあ、記念に買っておこうかなと思いつつ結局買わないでしちゃいました。でこれから最近万代書店が夜中やってないんですよね。だから今間に合うかな万代書店の伊勢崎に間に合えば行こうかなと思ってます。そんなわけで、安眠の湯お風呂入りましたっていう動画と、一応昨日今日何をやってたかっていう、動画でした。で今日も車中泊だと思います。夕方まで寝ちゃったんで、宿取っても宿の中で寝れないっていうね。それだったらちょっと夜中は作業してたりとか移動してたりとかの方がいいかなってことで、明日の晩はどっか泊まろうかなと思ってます。で秘宝ですね。秘宝なんですけど、ドライブインで、まあ、ちょっと渋い、まあ、群馬に、横川駅の近くにありました、越後屋という、もつ煮で有名な昭和劇渋の、まあ、ドライブインがあったんですけど、本日、ね、昨日本日、火災で、焼失してしまいました。まあ、閉店になってしまうんじゃないかなと思います。まあね、前回行った時がもう食べログで17時までで書いてあるから、16時に行ったらもう駐車場ね、カラコン並べられて閉鎖されちゃってて、いただけなかったんで、で今回の旅でちょうどね訪問しようかと思ってたんですよ。なのに、いただけないという結果。それよりもやっぱお店心配ですね。本当にツイッターとかで炎が上がってる写真が出てたので、もう完全に全壊全焼という勢いだったと思います。なのでお店が復活するのも、その本当に建物建て直すかっていう、で、まあ、店主もご高齢だったと思うんで、まあ、このまま閉店という決断をされてしまう可能性が、まあ、きっとあるんじゃないかなっていう気がしてます。まあだからね、本当ね、昭和のお店っていうのはいつなくなるか分かんない、こういう終わり方をするのもあるんだなってことをね、に行ける時に必ず行っとかないとっていう思いがね、強くなりましたね。まあ、そんなわけで、旅はまだまだ続きます。まだ近場ですけど、ちょっと遠くまで行こうかどうか迷ってる。もう関東をうろうろして終わらしちゃうかなとか思ってるんですけど、満足するまで旅をしたいと思います。じゃあありがとうございました。コッシーでした。